速攻で決める。なんか引っかかるような。やっせい。任せろや。行くぞ。私の番だな。見切った。さて、先に進むとしようか。ですか。いや、クロスベルならではの存在みたいですね。情報局でも最近そちらの育成に力を入れているみたいです。いや、速攻で決める。壮烈弾崩したぞ。みんな一斉にかかればよい。了解です。いいだろう。はっ、いや、あたしの番ね。いや、せい。崩れた。もらった。いいぜ。崩れたぜ。いただき。失敗だ。ま、悪くはなかった。いや、せい。いや、いや、上等だ。かかってこいや。あたしの番で。いや、せい。任せろや。僕の番だな。しゃらくせえ。任せるがよい。と行くわよ。いや、せい。どんなもんよ。いや、覚悟してもらうぞ。しゃらくせえ。お返しだ。俺の番だな。させない。行くわよ。いや、せい。行くぞ。はっ。私の番だな。と。お返しだ。見たか、バンダールの剣。始めましょう。俺の番だな。もらったぜ。
くわよ。逃がさない。ファイヤー。僕の番だな。アルゼイドの剣、しかと拝見しました。ヴァンダールの剣も見事であった。よし、やったわ。まだまだこれからだ。各種ステータスアップです。お宝じゃねえか。その程度か。精進するがよい。ゼイドの剣、しかと拝見。任せろや。
任せるがよい。はっ、お返しだ。よし、はっ、見たか、バンダールの剣。任せるがよい。壮烈弾、崩したぞ。もらった。あたしの番だ。せい、お返しだ。任せろや。よし、この程度か。ああ、はいはい、ダクト、ダクト。ユーナさんがすさんでいます。剣も震えぬ空間は私もさすがに落ち着かぬな。こういう緊張感も女を磨くスパイスかと。手にとって不足はねえ。打ちのめすぞ、クレイジーハント。逃がさない、ファイヤー、チャンス。もらった。任せろや。いいもんをくれてやる。ほら、崩れたぜ。いただき、行くぞ。抜くぞ、壮烈弾。崩したぞ。もらった。返した。負けないで。ありがとうよ。しゃらくせえ。よし、よし、逃がさない、ファイヤー。なんとかしなければ。任せろや。チャンスだ。一気に行くぜ。任せて。私の番だな。後期。もらった。とどめ。行くぞ。よーし、やっせい。崩れた。もらった。いいぜ。ふっ、行くぞ。後期。もらった。アルゼイドの剣。悪く。
精進あるのみだ。当然成長しちゃいました。いやいや、ガンガン行くわよ。戻りか。さすがに面倒だな。ったく、何のために作ってるんだっつうの。ふん、利権が絡むのはどの国も同じということか。これか。
やっと来たかよ。ようこそトールズ7組。リアルでは初めましてってやつかな。僕が天才ハッカーにして天才 SE、 ヨナ・セイクリッド様だ。何が天才だよ。さっき劇場に来てたよな。シュリアトレイド、アルカンシェルの劇団員さ。ティオさんたちから話は聞いてるよ。改めてよろしくな。
っと進むの早くね。早いな、どんだけ運動不足だよ。なんだったらお姉さんがおぶっていく？いらないから。いや、ここで決めんぞ。いいもんをくれてやる。チャンスだ、合わせろ。言うな。行くぞ。行くわよ。僕の番だな。任せるがよい。こしゃくな。いいぜ。私の番だな。しゃらくせ。よし。僕の番だな。いいぜ。崩れたぜ。いただき。行くぞ。私の番ね。いや、崩れた。もらった。各種ステータス。この先は、ああ、例のタワー方面だっけ。今は封鎖されてるはずだ。引き返して東に進もうぜ。よし。はっせい。私の番だな。壮烈だ。たまに。
なんで僕がリアルでこんな真似を。はいはい、とっとと通った。踊りで鍛えてるだけはあるな。別に普通だって。リーシャネーとかに比べれば、うん、なあ、僕下で待っててもいい？手にとって不足はねえ。いいもんをくれてやる。これ、これ、チャンスだ。いただき。僕の番だな。私の番だな。逃がさぬ。私の番だな。逃がさぬ。行くぞ。アーク駆動。いいぜ。いいもんをくれてやる。これ、これ。チャンスだ。いただき。Yeah.
キャラクセーはっ。僕の番だな。任せるがよい。僕の番だな。私の番ね。私の番ね。やあ、私の番だな。やっ、いいぜ。私の番だな。後期もらった。よし、私の番ね。俺の番だな。崩れたぜ。いただき、お返しだ。私の番だな。行くぞ。私の番ね。任せるがよい。よし、俺の番だな。行くぞ。私の番だ。よし。この程度か。悪く。相手にとって不足はねえ。私の番ね。打ちのめすぞ、クレイジーハンド。よし、逃がさない。ファイヤー、崩れた。もらった。これで
あれ、バンダールだ。そんじゃま、次行くか。よし、やったわ。まだまだこれから。各種ステータス。お見事、いいものを見せてもらいました。やはりお前たちだったか。その節はお世話になりました。しんくん、護衛の人に、そのメガネの人は。ザオリー、なんであんたがここにいる。お噂はかねがね、トールス7組の皆さん。ヘイウェ貿易公使クロスベル支部支社長のザオリーと申します。以前は神様が大層お世話になったそうで、これはぜひお礼を申し上げねばと参上した次第です。ヘイウェのザオって、まさか。データベースにありました、共和国最大のシンジケートの。幹部クラスってわけか。じゃあ、あんたがリーシャネーと取引してたっていう。シュリさんでしたか。最近のご活躍は聞き及んでおります。インドのにはお世話になっていましたが、現在は別方面との契約でしてね。地下活動を行うハッカーとトールズ士官学院7、よければご同行を願いましょうか。この人形兵器を繰り出してくるということ。まさか結社と、いや、クロスベル総督府と手を結んだという解釈で間違っていなさそうですね。そちらの二人も相当ヤバそうではあるが。東方武術の達人たち、七組がお相手つかまつる。総督府との契約か。さすがは抜かりがないというか。戦術リンクオン、最大限に連携して突破する。いいえ、ここは任せてもらうわ。うわっ、ぬっ、この人たちは。エリー先輩、まさかこんなところで。タワーでの顛末は聞いていましたが。久しぶりね、ユーナちゃん。元気そうでよかった。はじめまして、七組のみんな。あとは私たちが引き受けるわ。お久しぶりですね、マクダエルのお嬢さん。そして元剣聖の娘にして、リベールの異変解決の立役者殿。そりゃどうも、
会うのは初めてね、白弾竜さん。こっちも噂くらいは聞いてるわよ。あんまりいい噂じゃないけど。久しぶりね、シンくん。サオさんにラウさんも。かつてあなた方とは間接的とはいえ、今日ここは引いてはもらえませんか。クライアントのご意向もありますので。それにせっかくの機会です。私も試させていただきましょう。おい、エリーさんたちへの手出しは許さないぞ。シン様、どうかお下がりを。ご心配なく、手加減はしますので。言ったわね、その言葉後悔させてやるわ。みんな今のうちに行って。ヨナ君とシュリちゃんをどうか。エリーさん。わかりました。あんたらも気をつけろよな。もつれて、ああもう、だから運動不足すぎなんだよ。うわあ！ちょっと、話は後だ。捕まってろよ、クソガキ。ナイス、二人とも。このまま駆け抜けましょう。
一応かのシンジケートも。ああ、あくまでもこの一件に関してのみだろうが。筆頭殿もお戻りだ。時間稼ぎになってくれりゃいい。その後、ヤッコさんたちがどう立ち回るかは後任者に任せるとするぜ。君のそういうところ個人的には嫌いじゃないけど。大地の竜の詳細も固まり、いよいよ表の準備も整っ、あとは裏の準備が整うだけ。楽しみにさせても。ああ、トールズ7組終わっちまったクラスがどこまで食い下がれるか見極めるためにもな。
揉んでやるよ。これが実力差ってね。軽く揉んでやるよ。これが実力差ってね。軽く揉んでやるよ。
これが実力差ってね。軽く揉んでやるよ。逃がさない！ファイヤー！
番だな。もらったぜ。チャンスだ。いただき。させない。僕の番だな。ふふん、お宝発見。お、向こうに見えるのが例のリゾート地でしたか。ユーナさんのお父さんが働いているんですよね。うん、さすがに今回は会えないかもしれないけど。いや、そう言わずに機会は伺っておくといい。よし。
やあ、そなたに感謝を。任せろや。もう終わりかよ。宝じゃねえか。セット、ガンダー！セット、ストライク！
私の番だな。トン、行くぞ。行くぞ。私の番ね。やっせ、行くぞ。その程度か、精進するがよい。